内藤さん。内藤さんで。内藤が勝ちます。亀田のが強そう。亀田こう勝つと思います。内藤だ。内藤だよね。後期変わったから強くね。ああ今わかんないよね。どうなのか。自信あるから。戦います。 WBC 世界フライ級王者内藤大輔 VS 挑戦者は亀田光輝。ついに実現した世紀のビッグマッチ。両者が抱くその思いとは。ここは俺とやっぱ戦う運命やったんやと思うわ。めっちゃ運命かもね。内藤と亀田、その運命のストーリーはここから始まった。俺のチャンピオンの内藤選手がいつでも来て勝つってこと言ってるんですけど。ああ、なんかそんなおったな。うん。さ、全く興味ないな。これに対し、内藤は皮肉を込めたポスターを作り、挑発。本レベル眼中いないとかね、わけわかんないこと言ってねえで、日本人とやろうやと。まあ、俺はどうしても逃げるように逃げてるしか思えなかったからね。だがこれにも光輝は耳を傾けることはなかった。新チャンピオンなにわの冒険。2006年8月光輝は世界王座獲得。亀田にとって内藤は一回のボクサーに過ぎなかった。だがこの日を境に二人の運命の歯車は急速に動き始める。内藤が3度目の挑戦で世界王座を獲得。ファンの方たちがやっぱり今一番見たいガードっていうのは内藤と亀田だと思います。そして内藤対亀田の対戦が実現。だが相手は長男光輝ではなく次男の大輝だった。でもお兄ちゃん出るまくないと。俺が行くと、うん、僕がね亀田に勝つ、ね、できることなら KO して勝つというのはね、まあ、国民の期待ですからね。亀田家には負けたくないですから。2007年10月11日日本中の注目を集める中迎えたその一戦。第一ラウンドのゴングが鳴りました。いいコンビネーションを内藤が見せていきます。試合は王者内藤がペースを握り挑戦者大輝を圧倒。終盤焦りが募った大輝は反則行為を犯しその勝敗は決定的なものとなった。結果は王者内藤の勝利。日本人同士のタイトルマッチ制したのは内藤。カメラに黒星をつけたということで国民の期待には少し応えられたと思います。亀田最後は度重なる反則行為により厳重処罰を受けるとともにプロ初黒星という屈辱を味わうこととなった。この勝利で一躍国民的アスリートとして脚光を浴びた内藤大輔。栄光と挫折、その明暗はくっきりと分かれた。内藤選手にこうあんなことになって申し訳なかったと思ってます。すみませんでした。その後内藤は防衛を重ねその地位と名声を確実なものとしていく。一方光輝は活動の場をメキシコに求め徐々に表舞台から遠ざかっていった。だがその胸中からあの男への複雑な感情が消えることはなかった。2008年7月
内藤3度目の防衛戦。大観衆が詰めかける中、その戦いを特別な思いで見つめる光輝の姿があった。内藤3度目の防衛戦、大観衆が詰めかける中、その戦いを特別な思いで見つめる光輝の姿があった。内側のチャンピオン、距離を外して避けるように、右に4位に2度目の逆転防衛。内藤が勝利を収めた直後、運命の歯車は再び動き出した。応援してくれる人のためにやってるんだよね。ここで亀田光輝選手がリング上に上がってきました。王者内藤に光輝自らが対戦を要求。ビッグマッチ実現へ高まる期待。内藤大輔という選手はな、避けて通れん道やからな、うん、俺もそのぜひやりたいし、やっぱり大輝がやられてるから、うん、であんだけのいろいろなことがあったから、うん、やっぱり気持ちがな違うよ。いや、敵討ちでしょ、やるとしたら、完全に。うん。それいいし、そうやって来いよと思うし、うん。俺はもう兄弟二人とも切るぞと。うん。面白くない？うん。お客さん喜ぶことしたいね。うん。互いの運命が交錯したことによって生まれた、この戦い。今、その拳で終止符を打つ。8月下旬、内藤は来たる一戦に向け合宿に入っていた。きついよ、俺も本当にやんないと勝てないんだよね。宿命の相手を挑戦者に迎える王者内藤、その胸中は一言で言うとプレッシャーがすごいね。いろいろ言ったでしょ、応援の期待ですからとかね。うん。まあ、全然言うと後悔もないし、本当にそう思ってたしね。うん。あと、盛り上げるためにも面白いしね。俺も言うこと言ったわけだから、それなりにもね、試合しなきゃって思ってるんですよ。そしてこの夏、内藤は35回目の誕生日を迎えた。最高だね、35日で青春だよ。ずっともう35日が何年も前からずっと青春だよ。俺のボクシングやってなかったらこういう気持ちにはなってないと思う。内藤大輔の原点、それは中学時代に受けたいじめ。グラウンドの裏連れてかれてみんなでボコボコにされたことはちょっと相当悔しかったから泣きまくったけどね。そういうのがあったね。怖かったよ、相当怖かったね。辛い記憶を消せぬまま高校卒業後に上京。ここで内藤はボクシングと出会う。決められたっていうのを消したかったんだよね。もういじめられたくなかったんでね。それでボクシング始めた。そして22歳でプロデビュー。連戦連勝で一気にその才能を開花させた。そこにはもう過去の内藤はいなかった。無敗のまま27歳で迎えた初の世界タイトルマッチ。対するはタイの英雄ポン・サクレック。3時を回りました。40度を超す暑さの中、今ゴングが鳴りました。第1ラウンドです。勢いよく内藤大輔が飛び出していきました。リラックスした。いじめられっ子だった男が夢にまで見た世界の舞台。内藤です。王者ポンサクレックを拡大しようとしています。恋という内藤。だがその結末は突然訪れた。パンチを出していきます。バタミーが当たった。内藤大輔です。ポンサクレックはガードを固めている。見よってひらっとひらっとだ。電光石火のカウンター。内藤大輔ビクリとも動かない。微動だにしない。そのままテンカウントを消えてしまうのか。
なまでにもろくも崩れ去った夢、悪夢の一戦となってしまいました。そして2007年、32歳となっていた内藤は引退覚悟という決死の思いで3度目の世界戦に挑んだ。もはや失うものなど何もなかった。試合は大方の予想に反し激しい打ち合いとなった。内藤は熾烈な攻防を制しフルラウンドを戦い抜いた。そして運命は変わった。いじめられっ子だった内藤が世界チャンピオンにまで上り詰めた瞬間だった。ありがとう。最後じゃなくなったね。最後じゃなくなったね。僕はみんなに支えられてチャンピオン、みんなに支えられてここまでいた。皆さんのおかげです。だから皆さんを喜ばせるようないい試合して、ファンに恩返しできるような、ファンに好かれるボクサーになりたいですね。無名のボクサーから今や誰もが知るチャンピオンとなった内藤大輔。そして今回迎え撃つのはあの亀田興毅。向こうが特別な思いで来ると思う。弟の敵討ちだと、うん、だからこそこっちもね気持ち入れていかないとって思ってるんで。王者にのしかかる重圧、来たる一戦に向け内藤の練習は激しさを増していった。負けられないこの戦い。だがその思いはこの男も変わらない。死ぬまま狂いでベルト取るよ。来たる一戦に向け挑戦者亀田興毅は海を渡った。派手なパフォーマンスを繰り広げる裏でひたすら地道なトレーニングを続ける。全てはあの男に勝つために。向こう向こうでな勝負かけてると思うしな、追い込んでると思うよ。でもどんだけ追い込んでもその勝てる時とか勝たれへん時ってあるから、相手が悪い時に。挑戦者としてこの戦いに挑む興毅、王者内藤大輔をどう見ているのか。それはフライ級で日本では一番強いから、世界でって言われたらそこはやっぱりちょっと疑問やけど、正直な話世界チャンピオンやけど、ほんまに世界のチャンピオンかって言われたら俺はそうやとは言われへん。ただのビッグマウスか、それとも何か秘策があるのか。この一戦にかける並々ならぬ思い、それはスパーリングでのファイトにも現れていた。このイメージ通りいって3ラウンドまでに挑戦者らしく強引にいって仕留めたい。全てに決着をつけるために、そして自らの夢のために、ボクシングに全てをかけたこの男の歩んできた道のりとは。それは大阪の片隅で始まった。
80代でボクシングを始めた亀田興毅。父の指導のもと兄弟揃ってボクシングに打ち込む姿はたびたびメディアに取り上げられていた。世界チャンピオンにする自信がある？あるね。3年目一人だけど3年目世界チャンピオン。そんな当たり前だ。あるに決まってる。父の考案した数々の独特なトレーニング、親子で世界チャンピオンを目指す少年として徐々にその存在は知られていった。そして17歳でプロデビュー。デビュー戦とは思えない豪快なファイトで1ラウンド44秒 KO 勝利を飾った。続く2戦目以降も連戦連勝、ボクシング界に現れた新世代のスターとしてその階段を駆け上がっていった。常識では考えられない破天荒なパフォーマンス、さらには観客を沸かせるド派手な KO 劇。日本中を席巻した亀田ブーム。亀田人気はいつしか最高潮に達していた。その勢いを追い風に迎えた初の世界タイトルマッチ。そして亀田家見事に合致します。誰もがその圧倒的な勝利を予想していた。だが超満員の横浜アリーナ声援が卒業のファンでどんどん出てきました。1ラウンド終盤まさかのダウン。その後冷静さを取り戻し反撃を開始する興毅。一進一退の攻防が最終12ラウンドまで続いた。新チャンピオン、なにわの興毅。結果は僅差の判定で興毅の勝利。死に物狂いで勝ち取った世界一の座。激戦を制し、幼い頃から夢見ていた世界のベルトをその手で掴んだ。親父、ここまでお育ててくれてありがとうございます。それとお母さんも俺を産んでくれてありがとう。ここから栄光に満ちたボクシング人生が始まるはずだった。だがその矢先に起こったあの一連の騒動。内藤選手にあんなことがあって、再び栄光をつかむためにも乗り越えなければならないあの男。スパーリングを重ねるにつれその緊張感は徐々に張り詰めたものになっていった。ちょっと今日ちょっとここ不安感出てたのでな、目を向けてな。おいじゃ、内藤との一戦に向けスパーリングを重ねる興毅。その緊張感が
徐々に張り詰めたものになっていった。やめてくれて。撮影を拒む光輝、ボクシング人生をかけた戦いにその神経は研ぎ澄まされていく。次の試合落とされへんって分かってるからな、おんちゃんだけじゃなくてな、みんなな、全ての思いを拳に乗せて。俺にはやっぱりプライドあるし、そういうなもの全てかけて絶対に勝たなあかんから。譲れぬ思いが男を突き動かす。その運命が交錯したことで人生が激しく動いた二人の男。大輝負けてるし、悔しい思いしたし、まあまあ違う感情があるのは確かですね。拭えないあの記憶。亀田家初黒星。絡み合う二人の感情。俺には強せへんと思うよ、何しても。元々のレベルが違うから。まあ言わせるわいじゃん。まあ亀田らしいよ。挑戦者亀田か、王子じゃないとか。どっちが強いか証明したろ。思いっきりぶん殴りに行く。内藤、内藤大輔と亀田空気、その運命のストーリーが29日ついに完結する。今回で全部終わらせる。この試合で決着つくと思いますよ。うん。勝利の美酒か、敗北の苦渋か、あるのは二つに一つ。どちらを味わうのか、決めるのは二人の拳。王者内藤大輔、挑戦者亀田光輝、いざ決着をつけるとき来たる。どっちが強いか証明したろ。負けるつもりはこれこっちもないし、思いっきりぶん殴りに行く。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、内藤大輔 VS 亀田光輝、いよいよゴング。
これより国歌演奏のセレモニーを行います。ご来場の皆様、日本国国旗日の丸に掲げましてご起立くださいますようお願いいたします。それでは日本国国歌君が代でございます。拳を交えます。本日のメインイベント WBC 世界フライ級タイトルマッチ12ラウンドを行います。赤コーナー40戦35勝3引き分け、敗戦は世界タイトルマッチにおける2敗のみ、そして35勝のうち22勝がノックアウト。公式計量は112パウンド。宮田事務所属、98年全日本フライ級主人王、4度の防衛を果たした第49代日本フライ級、そして1度の防衛を果たした第35代東洋太平洋フライ級チャンピオン、2007年に難攻不落の王者を攻略し、この試合がついに6度目の防衛戦。前回級を通じての日本タイトルマッチ史上最短1ラウンド24秒のノックアウトの記録を持つWBC 世界フライ級チャンピオン、国民の期待、内藤大輔。最年長防衛記録更新中、6度目の防衛戦、内藤大輔です。青コーナー挑戦者、21戦全勝、全21勝のうち14勝がノックアウト。公式計量はフライ級リミット112パウンド。亀田事務所属、現在のランクは WBC 世界フライ級第3位、第33代東洋太平洋フライ級チャンピオン、そして今夜世界王座の2階級制覇にも挑戦する未だ無敗の元 WBA 世界ライトフライ級チャンピオン、なにわの東健亀田東健。日本人6人目の2階級制覇を狙う亀田東健。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ12回戦で行われます。ジャッジアメリカ合衆国フルバート、チャンピオン内藤か挑戦者亀田東健、アクションをルーカー亀田と内藤バンデビーレー。ゴングで鳴った後は過去の因縁も未来の希望的観測も関係がありません。あるのはどっちが強いのか、その今だけです。今があるのに、どうぞまっすぐな目でこのリング上をご覧ください。序盤から手を出していきました内藤、亀田光輝右から左のショートです。
両者のバッティングに注意しなさい。レフリーのエクトル・ガフーが間に入りました。緊張感あふれる立ち上がりです。右を振りましたチャンピオン内藤、左ストレートを伸ばしていきましたが届かなかった高田光輝です。元世界チャンピオンのお二人、鬼塚克也さん、佐藤修さんの解説でお伝えしていきます。まず鬼塚さん、はい、この試合、うん、一体どうなっていくでしょうか。立ち上がりを見ながらお話しください。そうですね、1ラウンドの立ち上がりはやっぱりこう今後のラウンドを引きずるような大事なラウンドですよ、はい、勝敗を占う第1ラウンド、佐藤さん、はい、第1ラウンド先にチャンピオンが出ていきました、はい、この2人の動きいかがでしょうか。いや非常に互いのスピーディーでキレがあっていいと思います。チェルショート挑戦者勝った方、入場するときはね、内藤チャンピオンの方がちょっと感情的かなと。いつもと違いましたね、でもその感情的な部分もよりよく動きにつながっていると思います。内藤は今亀田光輝の話は交わしました、はい、亀田選手の方は逆に冷静でしたね。冷静さもすごく良かったと思います。2人ともいい立ち上がりだと思います。亀田光輝がリングを入る前に花道から周りを見渡した。一方の内藤大輔はいつも感情を表に出さない内藤が花道の途中で叫んでこのリングに上がりました。キャリアのある内藤選手の男性に組みたいと思うんですよね、はいはい、それにしてもこの緊張感が2人を包んでもおかしくないリング上で2人の動きが軽快ですね。そうですね、やっぱり2人とも最高の状態で来てると思います。そうですね、内藤がヒント左ジャブを引いていきます。サウスポーの金田光輝が左をストレートではなくジャブのように打っていきました。左を下げている左利きのチャレンジャーの金田光輝、チャンピオンの内藤大輔、体を揺すっています。踏み込んでいった左フックは当たりませんでした。カメラ少しチャレンジャーが、はい、オーソドックスのスタイルになるような感じ、ちょっとチャンピオンを拡大しようというような相当スタイルになりました、はい、右フックは内藤をガードしていたカメラ少し、右ストレートチャンピオン頭を下げながら韓国に右フック、左ボディを打ったカメラ少し、左が当たったと今手をぐるぐる回してアピールをしているカメラ少しです。左が上がりました、体が入っていきました。振り抜くのではなく飛び込んでいくように左を当てに行った亀田光輝です。注目の第1ラウンド、両者ともにすごく軽快、気合十分、リング上で気合を出しました。チャンピオンは6度目の防衛です。挑戦者は6人目の2階級制覇をかけ、両者にとって大変重い世界タイトルマッチ第2ラウンドのゴングです。今日行われていますWBC はフリーノックダウン制です。1ラウンドに何度ダウンしても構いません。なおスタンディングダウンは取りません。ジャッジは3人、ダニエル・バンデリーレ、マキシモ・デルカ、フューバート・ミニ、この3人のジャッジによって採点がつけられます。その採点は10ポイントマストシステム、各ラウンドごとになるべく10対9というように優劣をつけることが奨励されています。今日は日本製のグローブの8オンスです。なお WBC にはオープンスコアリングシステムと呼ばれます。4ラウンド、8ラウンドが終わった時点で場内にその各ジャッジのスコアが途中公開されます。鬼塚さん、第1ラウンドどうご覧になりましたか。そうですね、やっぱり両選手のオマークが出たね、はい、両選手のいいところが出た。内藤選手はやっぱり打ち合いに持っていきたい、はい、この選手はそれに対してカウンター狙ってきた、押しながらカウンター、これは狙っているカウンターですね。両者ともいいところが出た、はい、ラウンドではあります、はい、佐藤さんはどう見ましたか。いや互いに本当にいいコンディションで強いと思うので、これだけこれだけの大舞台で2人とも緊張もなく、本当にいいコンディションでスピードキレある攻撃で非常にいい立ち上がりですね。いや佐藤さん、緊張感があるとお互い様子を見るということがあってもおかしくないんですが、はい、2人がいいところを出そうという1ラウンドに逃げて、2ラウンドに入っての内藤大輔というように見えた1ラウンドでしたね。そうですね、はい、右フックを大きく見舞っていきました内藤大輔。鳥さん、はい、赤コーナー内藤サイドですが、すでにコーナーの後ろから1ラウンド途中から大きな内藤コールが飛んでいます。そうですね、内藤陣営の指示なんですが、ポジションを取れ、それからジャブワンツー、まずは基本の形をしっかり作ってパンチを出していこう、はい、そう飛んでいます。赤コーナーからチャンピオンサイド右を当てました亀田浩二、赤コーナーチャンピオンサイドは杉山信也さん、左のショートは亀田浩二、チャレンジャーです。亀田さん、コンパクトに短時間に当ててます。はい、はい、ショートが目立つ亀田浩二。土井さん、はい、チャレンジャー亀田陣営ですが完璧な立ち上がりだと見ています。1ラウンドはポイント取ったことということなんですが、はい、左のストレートでカウンターアップ、これをまずやっていこう、
ッパーだということですが、内藤の鼻血ですね。出してみたいですね。内藤の鼻血を出しています。あの同行者の左ストレートで鼻血が出たんじゃないですか。右も当てました。左もショートで当てました。カメラ候補。火花散り。カメラが回る。内藤が攻める。回っていったカメラ呼び込む。左カウンター。右フック。さらに内藤も左を返しています。狙いはカウンター。カメラ攻めている。チャンピオン内藤。第2ラウンドが終わりました。チャレンジャーの鎌田光輝がショートの左を当てました。左ストレート、得意のパンチです。内藤鼻血を見せましたが、今は止血作業をしていますので血が止まっています。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ12回戦の第3ラウンドです。フェイントを交えた内藤、ちょっと入り方を変えたか。少し動きを荒々しく見せてきました内藤大輔。じわじわと詰めて内藤、左フック。右をボディに左フック。さらに右飛び込んでいきました。内藤大輔。サウスポーの鎌田光輝が下がって待ちます。カウンターを狙っていく鎌田光輝。左、もう一回左。今度は飛び込んでいきました。カウンターで自ら仕掛けていった鎌田光輝。鎌田選手はいつも以上にコンパクトに打ってますよ。パンチは、はい、やっぱり内藤選手の、はい、あの大きなパンチを警戒してますよね、はい、このフェイントは得意の内藤大輔。今度は鎌田光輝のフェイント。初めてリング上で拳を交える2人ですが、お互いの特徴はよく分かり合っているというようなリング。相手の良さを消すよりも佐藤さん、はい、自分の良さを出していこう、それに志願を置いているような2人ですね。そうですね、両者ともにそうですね、はい、非常に自分の距離で戦おうとしていますね、はいはい、相手に嫌がることをするのではなく自分のいいところを出そうとするような、それがこの距離感、そしてファイトスタイルに表れています。詰めていったのがチャンピオン。大きな右フック空振りですが、右アップを狙っていた内藤大輔。離れ際の右フックは警戒して距離を取っていた。ヒットアンダーウェイという内藤大輔です。飛び込んで右ストレート、これはガードを固めながら下がっていきました。ステップバック鎌田光輝。左ショート、両者当たりました。右フック、これは軽くかわしている内藤大輔。右のジャブを伸ばしていった鎌田光輝。左のフェイント、内藤大輔どう攻めるか。カメラ攻撃、どう待ちカメラ。腰を落とした内藤大輔。右ストレートはチャンピオン。両者鏡、今の当たりはチャレンジャーですか、チャンピオンですか。チャンピオンですね。右ストレートチャンピオン。内藤選手、あの今日のカメラ選手深いんでね、はい、右ストレートはちょっと当てづらいと思うんですよ。深いというのは懐が深いんですよ、はい、だから右がちょっと流れて、その代わり左をガードの上で打ってるんで、それがやっぱり効果的になってますよ、はい、確かにこの試合に向けたスパーリングでも右ストレートを伸ばした後、左はショートで振っていく。内藤大輔お得意の大きな左右のフックではなく、右ストレートを打ったショートの左を狙っていった。今日はその左が鍵を握りそうな動きを見せていた内藤大輔です。左ショート、そうですね、はい、はい、今のは狙っている内藤大輔です。そのフックを打たれるときにちゃんとあの左ストレートのカウンターを亀田選手が狙ってます、はいはい、そこついてます、はい、左アッパー見せました亀田光輝。当たらなかったら佐藤さん威力は十分。そうですね、初めて見せましたね。左ショート、左カウンターを狙ってますね、はい、出てきたところのカウンターを狙ってます。徹底しています亀田光輝。両者の距離は縮まることなく第3ラウンド終了のゴングを聞きました。内藤大輔の中盤、右フックが当たりました。あっという間の3ラウンドでした。このフックは内藤お手の物。いつものスロー VTR よりもさらにスピードを落としています。ウルトラスローカメラで捉えた内藤大輔の右フック。ここまでの3ラウンド展開は変わらないですか鬼塚さん。やっぱこう緊張感があるので、まあ、本当にお互いのいいところが出てますよ、はいはい、噛み合う噛み合わないというのはボクシングの世界では相手して佐藤さん、はい、会うことなんですが、はい、この2人初遭遇ながら噛み合ってます。そうですね、噛み合ってますね、はい、非常にあの甲をつつけがたい、はい、あの互いにいいパンチを交換し合ってますね。
右福が3ラウンド、内藤が捉えれば、2ラウンドには左のショートが亀田浩二、内藤の顔面も捉えています。土井さん、はい、チャレンジャー亀田陣営なんですが、チャンピオン相手は足が使えていないから向こうは焦ってる、カウンターを狙っていこうと今まで通りの指示ですね。カウンターを狙っていこう、そして見た目以上にいいぞということで、ダメージもしっかり与えられているという見方です。おお、なるほど。青コーナーサイドから伊藤隆介アナウンサーです。土井さん、はい、赤コーナー内藤サイドですが、こちらはですね、じわじわ前に左ヤンパー足を使ってプレッシャーをかけに行こう、そういうふうに指示が飛んでいます。はい、プレッシャーをかけていきたいチャンピオンサイドです。今赤コーナーサイドからのリポートがある最中に左のアッパーがありました。佐藤さん、はい、第3ラウンド終盤に当たらなかったら見せた亀田浩二の左アッパーですね。あ、そうですね、はい、今4ラウンドに当たりました、はい、いや非常にいい攻撃だと思います、はいはい、あのもう初めからやっぱり狙ってるんですけど、内藤選手はこうやってロープに詰めていってですね、亀田選手に聞こえるように戦った方がいいですね。今の内藤選手しっかり亀田選手を見てますよ、はい、もう細かいパンチをカウンターに狙ってます。左ショート、チャンピオン内藤大輔に対してチャレンジャー亀田浩二、右ショート、左ショート2つ続けました。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、採点がテンポイントマストシステム、各ラウンドごとに両者どちらかに優劣をつけることが奨励されています。その採点基準はクリーンエフェクティブヒット、有効だ、次にアグレッシブを取る攻撃性、ディフェンスという防御、それから試合運びや主導権を強化するリングゼネラルシップ、以上の4点を鑑みて両者に優劣をつけていきます。どちらもパンチを当てているし攻めているのもあるしということで、なかなか採点は難しいかもしれません。この4ラウンドが終わった後にオープンスコアリングシステム WBC のルールでは場内に、そして放送で今までの途中経過が発表されます。この4ラウンドが終わった後、何か鬼塚さん、はい、動くかもしれませんね。そうですね、ポイントついた方に、ね、より安定させるし、逆に、ポイント取られてるのが慌てているかもしれないですね、はい、詰める内藤、カウンターを取る亀田、詰めた、ロングカウンター終了時点での採点をお知らせいたします。39対37が1人、チャレンジャー亀田浩輝選手を支持しております。そして38対38が2社、現在1対0で1社が亀田浩輝選手を支持しております。ラウンドタイム、首をひねったのはチャレンジャー、意外じゃないか、そう見えた赤コーナー宮田会長の表情。チャンピオンサイド、39対37、2ポイント亀田浩輝をリードしたジャッジが1人、38対38、つまり各ラウンド2ラウンドずつ奪い合ったと見たのが2人のジャッジということで、ゴーズつけなさい。ここまでの採点です。鬼塚さん、はい、どちらにも転ばないと言ってもいいような採点が発表されました。そうですね、もうその採点にふさわしくらい、もうお互いのいいところが出てます。はい、はい、もう本当にどっちかというと、この前半にいい戦いになるのはね、鎌田選手がちょっと動かなかったらこういう戦い方になるかなと思ったんですけど、はい、向かい打っていう、はい、戦ってるから本当にこういうセッターになっちゃうと思います。佐藤さん、チャレンジャーの亀田浩二が場内に発表されたオープンスコアリングシステムを自分の耳で聞いて、はい、首をひねりました、はい、思った以上にポイント取れてたはずなのにだという心の変化というのはあるでしょうかね。そうですね、そういうところだと思います。はい、左に入りました亀田浩二。土井さん、はい、チャレンジャー陣営なんですが、まさしくその通りで、もう少しポイントで勝ってたはずなのにという印象だったみたいですね。ただ、この戦い方は信じてやっていこう、このままでいいぞということです。はい、伊藤隆介アナウンサーと相手の最後の味方、一方のチャンピオンの動き、鬼塚さん、はい、ポイントで2ポイントリードされているジャッジは1人いますが、はい、ここまで同スコアが2人ということで、うん、このラウンド動きは変わる、それから気持ちの変化はあるでしょうか。そうですね、もう右チャンピオンです、はい、落ち着いてもっともっとロープを詰めていくという意識があると思います。ガードの内側から右を入れていきました。チャンピオン左を見せて右を狙っていきました。土井さん、はい、赤チャンピオンの内藤さんですが、オープンスコアリングシステムを聞きまして、はい、まあ、ほとんど表情を変えることはありませんでした。宮田会長もドローだと言ってリングに送り出したわけなんですが、徹底的に打ち合ってこい、そういうふうな状態になっています。打ち合ってこい、それを引き込みたい内藤大輔です。
右、だいぶガードの中から鬼塚さん右が入るようになってきましたね、チャンピオン。そうですね、はい、右から左と服を見舞っていったのが亀田恭輝です。今までもらわないパンチを亀田恭輝がもらっていますが、右バンパーから左の勝利を狙っている亀田恭輝。ワンツー、これは距離が届きません。あっという間に時間が過ぎます。第5ラウンド残り30秒が来る。また右が当たりました。佐藤さん、今の右がチャンピオン、このラウンドの変化ですね。そうですね、非常にいい右だと思います、はい。さっきのラウンドの終盤、チャンピオンの方はコンビネーションを打った終わりにまたコンビネーションを出してきました。左あれがチャンピオンの非常にいいコンビネーションですね。左勝負が勝った。カメラ攻撃です。もう一回来てるんだった。内藤は低く打った。また残り10秒を切りながらの打ち合いになる。お互い引かない、一歩も譲らない。火花が飛び散っているこのリング上、いい試合だ。ラウンド6 WBC 世界プロ野球タイトルマッチ12回戦で行われますので半分が過ぎようとしています。佐藤さん、はい、あっという間の半分が過ぎようという第6ラウンドですが、はい、第5ラウンドの変化はチャンピオンの右ストレート、今仮に見せたこの右でしたね。そうですね、徐々に、はい、チャンピオンもエンジンがかかってきたんじゃないのかなと思います。初め序盤ちょっと硬いかなと思ったんですけども、はい、確かにこの肩の動き、左右への変動、右ストレート今伸ばしました。肩の可動域が広がっているように見えるチャンピオンです。一方、鬼塚さん、はい、亀田恭輝も最後に左のショートを当てるなど残り10秒を切る手前、左、この左側は衰えてません。未だに持ち味出してますね。ヤノーモーションの左ショートが的確に当たってます、はいはい。やっぱり前半 の4ラウンドで俺のパンチ当たってたのにっていうそのポイントが思ったように差がついてないというふうに意識するちょっと力みにつながってるかもしれないですね、はい。ガードの上からチャンピオン右ストレート、これがガードに返ってくる。鍵を握るのはどうやら右ストレートと見えてきたチャンピオン。ただ内藤大輔また離されました。これは亀田恭輝の左体ごと入っていくショートの左カウンターです。内藤選手やっぱりグローブの上でも叩いてくるんで、はい、もうそれが見られてポイントにつながりますから、はい。改めてこの WBC リーグでは採点基準はクリーンヒット、アグレッシブ、ディフェンス、そして試合運びでリングゼネラルシップ以上の4点を鑑みて10対9という優劣をつけていくために各ジャッジが何に重きを置いていくのか、これによって判断はかなり変わってきます。本当に今日の試合は難しくなりますね。そうですね、鎌田選手はやっぱり俺のパンチ的確に上がってるっていう意識は多分強いと思うんですよね、はい。左ショート、はい、また右ボディが鎌田恭輝、内藤の左ヒットは当たりませんでした。土井さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイドですが、恭輝選手のアッパーに対するリアクションが大きいので怖がってるのではないかというふうに読み取れないようです、ね。アッパーですから読んでいこうというところなんですが、はい、内藤選手鼻のあたりがですね、大きく腫れてるのが近くに見えます、はい。かなり鼻の形が変わってきています。それと佐藤さん、はい、亀田の構えがちょっと変わりましたかね。そうですね、今まで以上にちょっと構え方変わってますね、はい。この構え、昔の亀井スタイルのような感じになってました。強固にして足をちょっと、序盤よりは止め出したという感じですね、はい。今までは呼び込んだ感じですが、ちょっとガール上げで前に行ってる、そんな感じなんでしょうか。左飛び込んでいます。内藤選手の手数がさらに多くなりましたよね、はい。おっと舌を出して呼び込んでいます。亀田君右ストレート、これは当たっていません。飛び込んでくる右ストレート、チャンピオン狙っている。頭を下げたところに左フックは亀田恭輝、ぶつかる。左フックはわずかに当たらなかったが、タイミングは良かった。チャンピオン右ストレート、左ジャンプ、ストレートを伸ばしていきました。亀田恭輝ポンとベッドのあたりを叩いた亀田恭輝。残り10秒、第6ラウンド半分が過ぎようとしています。内藤対亀田恭輝、第6ラウンドが終わりました。WBC 世界フライ級タイトルマッチ、チャンピオン内藤大輔6度目の防衛戦、チャレンジャー亀田恭輝、日本人5人目の2階級制覇を狙っての挑戦。埼玉スーパーアリーナに詰めかけた観衆の心臓の鼓動の高鳴りが未だ高いまま、それが悲鳴のような歓声につながっています。前売りだけで2万人以上飲み込んでいます今日の埼玉スーパーアリーナ。期
待にたがわぬ熱戦をチャンピオン、チャレンジャーともにリング上で演じています。右ストレート、距離が遠い両者です。鬼塚さん、はい、ラウンドが終わるごとに2人の距離が変わっていきます。2人の戦いが微妙に変わっていきます。そうですね、まあ、内藤選手はやっぱり右服、はい、ちょっとちょうど感じた距離がちょっと近めに、なったかもしれないですね。距離が近くなった。赤コーナーサイドから聞いてるぞという声が聞こえた。今の右、内藤出るのか、ただで攻撃、左で食い止める。もう一回入った。しかし神田幸輝も一緒に入りました。距離を潰した。カメラが入ってきたところに右フック、テンプルの後ろあたり、右をジャブをストレートのように伸ばしたチャレンジャー。フェイントが増えてきた。体が動いているチャンピオン。佐藤さん、はい、武田幸輝から見てあと何を加えたいでしょう。そうですね、左2つ単発がちょっと多いので、はい、手数を増やしてるかもしれないですね、はい、なるほど。カウンター狙ってるんですよ、で、確実に当たってる部分もあるんですけど、はい、やっぱりこう待ってしまうとね、内藤選手一発でパンチ終わらないので簡単に決めにくいんですよね、はい、だからここはやっぱり自分で攻めて、その隙間で考えるんだと思いますね、はい、挑戦者らしい試合をすると言っていた亀田幸輝のその挑戦者らしさとは、奪い打ちという気迫、それが手数というような評価もされやすいので、待っている方は手を出していった方がいい。そうですね、まあ、チャレンジャーとしての戦い方でしょうね。そうですね、ガードの目でも、はい、キャプでも、ついていった方がいいですね。狙っている内藤、左ボディーに左フック、チャンピオンの左ボディーに亀田幸輝は左フック。今のパンチはこう突きつけがないが、しかしチャレンジャーに対してチャンピオンが行く。赤コーナーの声にうなずいたチャンピオンの内藤大輔、頭に気をつけなさい、飛び込んでいった時のヘディング、ヘッドバットに気をつけなさいというレフリーのエクトル・アズーです。内藤が出る、プレッシャーをかけていく、左ボディー。場内の時計を確認した、残り10秒を見た亀田幸輝、左ストレートを伸ばした、ロープに詰まる、コーナーに詰まる、右のショート、チャンピオン、しかし入れ替えた。いや、今のカウンター良かったですね。左カウンター、はい、入り際内藤が打てば亀田がタイム入れ替える。まだ詰めていくチャンピオンという第7ラウンドでした。チャンピオンはいい殴り合いをしたいと語っていた、その言葉通りになっています。この選手はここからどう自分のペースにまた、はい、持ちこたえてくるか、はい、オープンスコアリングシステム、途中採点が発表される直前の第8ラウンドです。飛び込んでいきましたチャンピオン、体を揺さぶる、右手を伸ばして距離を掴んだ亀田、左フック、いや右フック、チャレンジャーです。右ジャンプ、体を揺さぶっている、鼻血はまだ止まっていない、顔の腫れが佐藤さん、はい、ちょっと大きくなってきたチャンピオンですね。そうですね、チャンピオンの鼻は折れてるかもしれないですね。折れてるかもしれません、はい、鼻の変形があります。腫れていますし少し右が上がっています。佐藤さん、はい、左ということは亀田幸輝がまっすぐに打っている左があるからちょうど鼻の骨を捉えるということで腫れるということですか。左ストレートですね、はいはい、左ストレートが的確に当たっている、カウンターで当たっている、はいはい、パンチの、はいはい、効果ですね。鬼塚さん、はい、呼吸がしにくくなると思いますか。そうですね、はい、でもこのラウンド左2つ、亀田選手のストレート打った後すぐ動いてるんで、ね、あそれはいいです。チャンピオンがね、逆に、はい、内藤選手はちょっと手数が止まってきましたので、はいはい、亀田幸輝が左を打った後に動いている、はい、サイドに出てます、はい、サイドに出るというのはここ最近の岡田幸輝の成長ぶりだということも鬼塚さんが以前の試合でご指摘されていましたが、そうですね、そのままだとやっぱり内藤選手ガードの上からでも感じてきますね、はい、そこに位置づけないですね、はい、右を伸ばしていきました。チャンピオンの手がこのラウンドは少し止まっています。左、それにしても佐藤さん、はい、先ほどのラウンド内藤が強制に入れればこのラウンドは亀田幸輝が敵的パンチを当てると。そうですね、相振りませんね。亀田先生若干また足を使って距離をちょっと、はい、開け出したという感じですね、はい、亀田のガードは変えています、距離を取っています。
土井さん、はい、カメラサイドのセコンドですが、もっとスピードを上げていこうという指示をしていますね。それとパッキョーパッキョーという声で、パッキョーみたいにしっかりと動いて打っていこうということを言っています。アジアの英雄、フィリピンの英雄でもあります、マニー・パッキャオの名前、憧れているカメラコーチに、そのパッキャオの動きをもう一回呼び起こして、お前もパッキャオのようになれ、そんな指示を青コーナーから飛ばしています。カウンター入ったところに右だ、左、今のダメージはどちらか。まあ、そこまでないとは思いますけど、殺してますか、チャンピオン。はい、カメラ選手、いいですね、やっぱり動きがあると、やっぱり、はい、いいですよ、はい、パンチ打っても、左に当たったらすぐサイドに出てるので、その後パンチもらってないです。はい、佐藤さん、チャンピオンはこの後、残り30秒という第8位のわけですが、巻き返すポイントは。そうですね、まあ、ここは得意な変則のコンビネーションを当てた後にさらに踏み込んでコンビネーションを当てるっていう攻撃がいいんじゃないでしょうか。この距離はカメラ攻撃に来る。内藤もそれでも右フックを当てる。ガードの上からと右に入りました、チャンピオン。チャンピオンはバランスを崩しそうなところからまたどんどんパンチが出てきますからね、はい、あれが実は基本ができている内藤大輔らしい時です。第8ラウンドが終わりました。それでは第8ラウンド終了するの最高をお知らせいたします。77対75が2社、そして78対74が3社、失礼いたしました、1社、3社ともに青コーナー亀田光輝選手を進行します。ラウンド9、この歓声はオープンスコアリングシステムを聞いた埼玉スーパーアリーナの豊一と喜び、78対74亀田光輝、77対75、77対75、2社亀田光輝、3社ともに亀田光輝ポイントリードを伝えました。さあ、これを聞いてからのチャンピオンです。チャンピオンの鼻垂らしはおでこから目のあたりで、本来くぼんでなければいけない鼻がまっすぐになっています。おでこの高さと鼻の頂点の高さが同じです。鼻が膨れ上がっています。土井さん、はい、赤コーナー内藤選手ですが、スコアを聞いてえというふうに内藤選手言ったんですが、乃木トレーナーこのラウンド好サインが出ています。巻き返せということでしょう、乃木上位トレーナー。内藤が巻き返すか。オープンスコアリングシステムから挽回、逆転をしたという例は、鬼塚さん、はい、清水智信戦、オープンスコアリングシステムでポイントをリードされていました、はい、9バウンドが終わった後のジャックテーパー、後ほど見ますと、すべて3社ともに清水をリード、その後10ラウンド逆転 KO でしょう。そうですね、前半、鎌田選手はもっと開いてたと思ったら、そこまで差がなかった、逆に今回、内藤選手がちょっと自分に近づいてきたから、ラウンドこっちついたかなと思ったら、そこまで離された、はい、もうそこら辺の焦りはちょっと感じてるかもしれないですね。どうした、はい、亀田陣営セコンドの友樹選手は、圧勝なら圧勝、ここまでやってきたことは間違ってないんだと、この戦いのままでいいんだぞということをもう一度念入りして送り出しました。亀田さん兄弟の中では一番冷静なプロボクサー友樹、友樹がその目でこのままで間違ってない、やったことは間違えていないと兄コーチに自信を植え付けました。右フックは亀田コーチ、内藤の出足が少し鈍っているか、左カウンターで入る、思いっきりのいい踏み込みが左に目立っていますが、佐藤さん、はい、あれをチャンピオンが食い止められないのは何でしょうか、何がポイントでしょうか。難しいですね、左フック、右フック、いや、むしろこうやって詰めた方がいいということでしょうかね。そうですね、やっぱり飛び込んでいく、やっぱり亀田選手の距離の取り方がうまいんで、はい、どん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 前に出てきたいですね。距離のうまさというのは手数と違ってなかなか見た目には分かりにくいところですが、鬼塚さん、はい、元世界チャンピオンとしてそのあたりをちょっとフォローしていただきましょうか。そうですね、やっぱり打っていけば細かいパンチがストレートに飛んでくるんでね、はい、それがまた再開したので、内藤選手としてはちょっと踏み込みが浅くなりました。踏み込みが浅くなりますね、さらに鼻血は止まらない、うん、右フックチャレンジャーです。左からもう一回左、内藤を顔を避けたところに右フックチャレンジャー亀田光輝、左から右アッパー、ちょっと亀田選手警戒の動きになってきましたね、はいはい、試合はまだ続きます。
過去の歴史やそして運命と語られたリングであるがゆえに、さまざまな見方をされてきた試合は、しかし試合が始まってみれば二人の男が純粋にどちらが強いのかを決める、そんな戦いになっています。もちろんその歴史がこの二人の対決に重みを与えたことは間違いはありませんが、チャンピオンが出ていきます。二人は純粋に今どっちが強いかを決めようとしています。チャンピオンの左から右、チャンピオンの入り方感じましたね。そうそう、より強引になってきましたね、はい、出てきましたね、はい、ただ亀井選手も迎え撃ってますよ、はい、細かいパンチですね。右を伸ばしていくチャンピオン佐藤さん、はい、あの強引さがこの後何ラウンド続くかどうか。そうですね、ノーランキングで今日初めて出しました。またチャレンジャーの方が、亀田選手の方がガードが強固になってきたような感じですね、はい、また変えますか、はい、と打ち抜いた。そのガード中で右アッパー入ってきた。チャンピオン右アッパー。しかし佐藤さん、佐藤さんがご指摘のガードを固めた方が内藤が当たるようにして、そうですね、左や右のフックは大きいパンチでサイドから、はい、当たりますから、的を捉えますから、強固にしているところ の横を、はい、画面の横を狙って来ているような感じですね、はい、テンプルの。ということは今の戦い方をしている亀田光輝の時に内藤は攻めていきたい。そうですね、はい、上下にも散らしていきたいですね、はいはい、チャンピオンが離れ際に左を見舞いました。入っていきます。第8ラウンドが終わった時点では三者ともに左に入りました。チャレンジャー、そのチャレンジャーの亀田光輝を支持しています。今日のジャッジはベルギーのダニエル・バンデビール、アメリカのマシモデルか、アメリカのヒューバートに第3局の3人でジャッジがつけられています。飛び込んでいく亀田光輝、手を揺すりながら亀田光輝が迎え撃つ、待っている、入ってくるのを待っている。内藤はそれでも入れるか、左から右、左の次から右フック、フェイント交えながら両者が見つかる。お互いが同じ位置で飛び込んでいきました。入っていったのは神田光輝、ね、ちょっと神田選手はやっぱり左ステップを打つときに一旦足をサイドに出してましたね、はい、左を打った後に、はい、右フック、右の足をですね、サイドに出すから今みたいですね、はい、右足ですね、だから正面に立たない。ワン・ツー・スリーというようなフックの連打をかわして内藤どんなもんだというポーズを見せます。まもなく第10ラウンドが終わります。いよいよ残り2ラウンドが決まってきました。入った、チャレンジャーが左、カメラ光輝の左です。右アッパーはカメラ光輝、右を伸ばして左フックというチャンピオン内藤大輔。いよいよ残るラウンドは2つです。止血作業を行っている内藤大輔、右目の上の傷、これは場内にアナウンスされましたが、亀田光輝のシッティングによるもの、有効打による傷と発表されています。残るラウンドは2つです。鬼塚さん、はい、いよいよこの2人の対決もいよいよあと2つのラウンド、6分間です。そうですね、ここもあっという間でしたけど、本当にいい試合を繰り入れてますね、はい、佐藤さん、両者ともに引きません。そうですね、やっぱりプライド、プライドがありますから、はい、もうこれだけ の日本が注目するだけの試合ですから、はい、どちらも引けないですよ、やっぱり、はい、ひるまず迷わず一歩も引かず、戦い方こそ距離を取る亀田光輝、出ていく内藤大輔ですが、その姿勢は共に一歩も引いていません。その期待に応えるいい試合ですよ、はい、両者いいところが出て、左チャレンジャーです。内藤大輔、先ほどのオープンスコアリングシステムの場内の発表ではポイントをリードされていました。あと9、10、11、残る12とどれだけ巻き返せるのか、予想以上にやっぱ神田選手が落ち着いて丁寧に戦ってますよ、はいはい、確実にやっぱりポイントを抑えるような戦い方をしますね。勝負に徹するということでもあるでしょうね。そうですね、やっぱり豪快に倒すっていう、はい、豪快さに来れば確実にポイントを取るという戦い方をとってますよ。ぽつりと漏らしていたのは、豪快に倒した方がかっこいいけど世界タイトルマッチ勝ちに徹するという言葉でした。
井さん、はい、赤コーナー内藤さんですが、スタミナは残っているかという夢の会場の問いに、はいと答えています。それからですね、亀田コーチ、来ない時は聞いている時だ、だからどんどん前にいて、依然として打っていこうというふうに話しています。待っている時には休んでいる時ならば出てしまいなさい、赤コーナーからの指示です。スタミナは十分、北海道、長野、そして千葉と山間部をトレーニング、スタミナをつけてきた。12ラウンドを1ラウンドからのフルスルットルで走り抜けるスピード、スタミナをつけてきたというミニトレーナーが語る内藤大輔の練習量です。11ラウンド、佐藤さん、はい、ビッグイニングに、このラウンドをビッグラウンドにするためには、はい、何か両者ともに決め手が欲しいラウンドですよね。そうですね、勝ったチャレンジャー、はい、はい、大互いに左ストレート、チャレンジャーを出しました。カメラ選手はこのままで、はい、進めたいと思います。内藤ですね、カメラ選手、内藤選手は逆にですね、はい、もう後半これ取らないと、はい、奪われてますから、はいはい、強引に行きたいと思います、はい。ターニングポイントにできるか、チャンピオン血が再び落ちています。チャンピオン35歳、日本人最年長、世界タイトル防衛記録更新中、6度目の防衛戦。一方19歳の時に世界チャンピオンに輝いて、ライトフライ級からフライ級、日本人6人目の2階級制覇を狙うチャレンジャーの亀田浩樹。試合はいよいよ残り3分間です。
この戦いを実現し、チャレンジャーとして選んだ内藤大輔、そしてこの時を待っていた亀田光輝、2人の思いはリングの中で十分に発揮されました。鬼平さん、はい、言葉を失うぐらいの緊張感を2人が36分間打って打って戦いに来ました。そうですね、素晴らしい試合でしたね、はい、もうあの精神的なものだけじゃなくてね、技術的にもね、2人とも本当にこの試合にかけたいい戦い方をしてましたよ、はい、晴れやかな顔で手を挙げたチャレンジャー、顔を晴らして静かに時を待つチャンピオンです。ジャッジマクスモ・デルカ116対112、ジャッジヒューバート・ミン、同じくジャッジダニエル・バンディビーレ117対111、以上3対0のユナニマス・ディシジョンをもちまして勝者 WBC 世界フライ級新チャンピオン、なにわの得点、亀田光輝、新チャンピオン誕生。亀田光輝の誕生は全ての力を足から失う、前のめりに倒れた、涙の2階級制覇、日本人6人目の2階級制覇達成、チャンピオン6度目の防衛戦、防衛に失敗です。いい選手、 WBC 世界フライ級チャンピオン亀田光輝殿、あなたは2020年、はい、男が命を懸けて戦うボクシングというのは残酷です。どんなにいい試合でも、そして2人の気持ちが伝わっても結末は、はい、そして決着はつきます。そうですね、頭を下げているチャンピオンです、うん、まあ、だけど本当にこう2人いい試合でしたよ、はい、本当にこの試合かけた2人も、ね、両選手出たね、いい試合でした。やっぱりこの選手、クレバーに、はい、うん、戦いました。よく研究してたと思います。先に下がっている、見事2本目のベルトを獲得しました新チャンピオン亀田光輝選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。本当にいろいろな思いがあったと思います。この2年間さまざまな思いがあったと思います。どんな気持ちで試合に臨んだんですか。いやもう今はもう言葉ないです。まあここまで応援してくれたファンの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。王座5度防衛